街中のインプレッションです。まずさっと乗って感じるのがですね、すごく足回りがしっかりしてますね。しっかりしてるって言っても乗り心地がゴツゴツと硬いっていうんではなくて、すごく低速の領域からダンパーがダンピングを発揮してくれている感じです。ステアリングを軽く切って進めてった時もその動きがスムーズにつながって、程よいロールを残しながらコーナーを曲がっていこうとしている感じがします。街中での乗り心地はですね、皆さんも気になるところだと思うんですが、スポーツサスペンションとしてのしっかり感を伴った乗り心地、つまりその路面からのインフォメーションというのは伝えるんですけれども、それが不快なほどの突き上げになってないで、ちゃんとロール感も伴わせて運転しやすくしているっていう、 TRD がちゃんと計算し尽くして作ってるんだなという感じになってます。あとこの86はフライホイール、クラッチカバーが変わっているんですけれども、非常に動力が軽めではないんですけどね、すごく踏みやすいです。昔にあったツインプレートとかトリプルプレートみたいな扱いにくさはもちろんなくて、ノーマルから乗り換えてもスッと使えるんじゃないかなと思います。なおかつシフトをクイックにレバー比を変えてるみたいで、小気味よくコクコクとシフトチェンジが決まります。やっぱりこの車走ったら面白いんだろうなっていう感じがすごいみなぎっていて、ちょっと高速道路でその実力見てみましょう。合流します。あ、音がいいですね。この音の良さとシフトアップした時のシフトの気持ちよさっていうのは86感がすごい出てますね。やっぱりこの車は小さいボディでシャープな走りっていうイメージがあるので、街中でちょっと剛性あるなって感じてた足回りが、その荷重が乗ってくるとしなやかさを増してくる、ちょうどそういう分岐点とかで、あ、俺これ乗っててよかったなみたいな感覚がすごく湧き上がってきます。こういう高速道路の目地の段差とかもドンって一発目のダンピングで吸収してくれて、そのままドンドドンって乗り越えていったりするとね、嬉しいんですよね。タイヤが結構その剛性があるタイヤで、サーキットにも耐えうるようなコンパウンドを選んでるんですけれども、それでいてこのトータルレートのしなやかさを出してるっていうのは TRD ちゃんと考えてて、タイヤとサスペンションとボディって全部合計で考えないとその乗り味っていうのは出ないので、やっぱりワークスチューニングの良さっていうのはそこにあるんだなって感じます。これがスポーツカーでしょうって感じです。どちらかというとノーマルっていうのは軽快にスッスッスッと向きを変えるようなイメージがあったんですけれども、この TRD の足回りつけるとワンランク車格が上がったかのような重厚感っていうんですかね、安定性、より高い速度で走っても、例えば本当にサーキットみたいな場所で走ってもノーマルが街中で走るような警戒感を出すために、そういう風に、人間で言えば筋力を高めてるわけですけれど、だからそれが低速で走ると逆に上質感につながっている、まあそういう風につなげているっていうのがこのサスペンションの一番の売りのところだと思います。ピローアッパーなんかつけてるので、やっぱり突き上げた時にもっとショック来るかなと思ったんですけど、そこも多分バンプラバーであったりダンパーの減衰設定であったりっていうので、うまくしっかり感だけ残すようにしていますね。もうとにかくコーナーを走るのが楽しいっていう感じに満ち溢れていて、もうね本当にこの渋滞がね恨めしい本当日曜日にねワインディングに行って気持ちよく一汗かいて帰ってくるっていうのをしたくなりますよね。そういうところを楽しんでくれると86の魅力が引き出せるんじゃないかなと思いますね。